愛知 D1A94 式艦上爆撃機、満州国海上警察隊の94式、艦上爆撃機94式艦上爆撃機は、愛知航空機が製造し、日本海軍が1934年に正式採用した、服用艦上爆撃機。略称は94艦爆、94式艦爆。海軍の記号は D1A1、連合軍、コードネームはスジー。 日本海軍は敵航空母艦に対する攻撃手段としての急降下爆撃に着目し、昭和6年以来6種特殊爆撃機、7種特殊爆撃機と毎年試作を繰り返してきていたが正式採用には至らなかった。昭和8年にも8種特殊爆撃機の試作を発令し、これには空気省の8種特爆 D2Y1、中島飛行機の8種特爆1号、 D2N1、8取得爆2号、D2N2、8取得爆3号、D2N3、および、愛知の8取得爆 D1A1 が応じたが、愛知の機体は、急降下時の強度が十分で操縦性、安定性に優れ、実用面でも申し分なかったため1934年11月に94式環状系爆撃機として採用された。なお、 94式艦上系爆撃機は、1936年に94式艦上爆撃機と改称されている。94式艦上爆撃機、D1A1 として採用された、愛知の8種特殊爆撃機は、愛知独自の設計でなく、当時提携関係にあったハインケル社に、愛知が設計を依頼した機体が元になっている。愛知は急降下爆撃機の開発を行うにあたり、 全く経験がなかったことから、特別に海軍の許可を得て、ハインケルに、環状急降下爆撃機の日本向け施策を発注した。ハインケルは既存の環状急降下爆撃機 HE50 の発展型 HE66 をもって、これに応えた。愛知が提出した8種特殊爆撃機は、この HE66 の発動機を、ジーメンス製のものから、中島製のトブキに換装したものである。 生産型の94式艦上爆撃機にはさらに、主翼に5度の高体格をつける、機体の軽量化を図るなどの改修が施された。正式採用後94式艦上爆撃機は、まず空母流上に搭載され、続いて空母加賀にも搭載され、シナ事変に参加した。1937年8月に、杭州の飛行場を攻撃したのが、 ウイジンでその後も精密爆撃に戦果を上げたが、次第に馬力不足が目立つようになり、発動機を換装して、機体の回収を行った96式、艦上爆撃機の配備が進むとこれと交代して、1938年末頃から次第に第一線を退いていった。その後は練習用爆撃機や雑用機として利用され、一部は満州国の海上警察隊にも配備された。 生産は1937年まで行われ、生産機数は162記であった。RUSE 日本の偵察機として登場。ありがとうございます。